もお疲れ様です FX オリギャシの皆様そして即可塾限定動画をご覧の皆様今日ね1時間ほど前なんですけどもあのパウエルさんが、まあ、ライブ放送でね色々喋るよと Q&A するよってことで警戒していたんですよ指標にも出てましたしねで荒れるのかなと思ったら現在9月29日の朝6時ちょっと過ぎたんですけどもまあ特に荒れてないんですよボラティリティが若干大きくはなっているんですよここに比べると ただそんなにびっくりしたことじゃなくて、あり得るぐらいしか大きくなってないんで、まあ今回の FRB は気にしなくていいかなというふうに判断してます。まあですんで、相変わらずね、ボックス書いて、レンジオプションでやっていきましょう。で、いい感じのところで値段が安くなってるなと思う方は、倍でエントリーすればいいんじゃないですか。今日はそのぐらいしかないですね。うん。普通のテクニカルですよ。まあちょっとだけ難しい金曜日だからね。で、月末も絡んできますし、今日はあの最後のトレードの日でしょ。 明日と明後日もうないですからね。っていうか明日は30日で9月ラストの日です。そして10月1日は月の始まりなんですけども日曜日ですからね。だから今度皆さんとお会いするのは10月の2日なんですが、この日私朝はね移動に使ってるんですよ。えー、東京から広島に移動している日になりますので、すいませんけどもね、10月2日月曜日 なんですが、この日は私の相場解説はないと思ってください。もちろん、相場解説ができる体制になったら、午後からでもやっていこうと思いますけどもね、えー、あまり10月2日月曜日は、あの様子を見る日ですから、どっちにしても、えー、あのまとめの動画とかはね、配信しますけども、そちらの方をご覧いただいて、10月3日から皆さんとまたいつも通りの相場解説でお会いしましょう。それでは、この後、FRB の方の動画をちょっとだけお付けしておきますんで、ご覧ください。 はい、どうも、おはようございます。パウエルさんの、まあ、発言なんですけども、今ね、ライブ放送ずっと続いてるんですが、まあ、いろんな方がね、あの、パウエルさんに質問して、それについて答えるみたいな、なんかね、タウンミーティングみたいな感じで、金融関係の質問もあるんですけども、そこまで重大な発言は、どうも、なさそうに思います。その辺気遣いながらね、質問者の方も質問されてるのかなってことですよね。はい、というところでね、まあ、特に気にしなくていいんじゃないかなって気がしてきました。